オラピアオシュボイシャッカンダンディ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ショットガンダンディ参上です。今回もやってまいりました和訳解説動画、早速やっていきましょう。ということで今回解説する曲なんですけども、21 Savage の Red Rum という曲を解説いたします。21 Savage というのが非常に有名なラッパーなんですけども、一応顔を見させていただきますと、まあ、この方ですね。で今年32歳のラッパーだと思いますが、実はこの方最初アメリカ人と思われてたんですが、数年前に実はイギリス人だったことがバレて、ビザの問題でアメリカから出られないような状況になってたんですが、それもクリアになって生誕地であるイギリスに戻れるようになったわけなんですね。で今回の曲もミュージックビデオがあるんですけども、イギリスで実際に撮影をした念願の、まあ、曲となっている感じなんですね。でタイトルの Red Rum なんですけども、これは Murder という単語、まあ、殺人という意味の Murder という単語の逆から綴った言葉です。でこの言葉は実はある有名な映画から来てるんですけども、1980年に公開されたスタンリー・キューブリックという非常に有名な監督の The Shining という映画があるわけです。このジャケ見たことある人も多いのではないでしょうかっていうところですね。ホラー映画なんですけども、このホラー映画の中で壁にレッドラムというふうに書かれているシーンがあるわけなんですね。これです。でこれを裏から読むと Murder になってるんですが、レッドラムって壁には書かれてるみたいなシーンがあったんですけども、そこから来ている感じでございます。で21 Savage がこの言葉を初めてラップの中に入れたわけではなく、結構いろんな人が入れたりしているところも一応知っておいていただきたい感じでございますね。でこの曲は2024年の1月12日に発売された21 Savage の新アルバムの中でも収録されている曲ということを踏まえて早速解説いきましょう。で冒頭からいきなりなんかいろいろ喋ってるんですけども、これは歌詞の中には入っている言葉ではないですね。一応何を言ってるか和訳しますので、もうちょっと聞いてください。歌詞の中に入っていないことを喋ってるのでざっくり説明しますが、アメリカ人から見てイギリスっていうのはビッグベンだったり、テレフォンボックスだったり、黒いタクシーだったり、まあ、パレスだったり、イギリス風朝ごはんだったり、そういうイメージがあるだろう。でも違うんだぜ、実際にどんなイメージがあるのかを見せてやるっていう感じでスタートしている感じですね。で一応イギリスの発音、イギリスの訛りみたいなので一応喋っております。なので本当に自分の生誕地に戻ってきた感じなんですね。それを示しているイントロとなっております。でごめんなさい、個人的な感想なんですけども、ビートがめちゃくちゃかっこいいですね。いきなり乗させてくれるようなビートになっております。始まっていきます。コーラスの部分から始まっていきますね。サビの部分といえばいいんでしょうか。 Want it all, I won't leave a breadcrumb。 直訳すると、俺は全て欲しいけどパンくずは残していかないみたいな直訳ですね。そのままの意味なんですけども、この breadcrumb、 パンくずっていうのは何かっていうと、自分が歩いてきた道にパンくずをわざと置いてって、後から来る人が分かりやすいようにするものなんですけども、これは日本にも同じような考え方があります。ここで何を言ってるかっていうと、俺は成功者にはなるけど、そのなり方はお前らに教えないぜって言ってるわけですね。だから一人で俺は成功してやるみたいな意図が入ってるわけです。でこれ実は面白いことをやっててですね、これ多分まだこの時点で、今日これを動画を録音してるのが2024年1月の14日なんですけども、まだこのことに気づいてる人はいないと思います。おそらくですが、このタイトルの Red Rum も Shining から来てるんですけども、 Shining の映画の中で実際にキャラクターがブレッドクラムのことについて喋るわけなんですね。そのシーンをちょっと お見せします。これですね、今流しますのでお聞きください。この映画の中の主人公である木が狂っていくような主人公、男性の主人公がいるんですけども、彼の奥さんなんですね、今喋るのが。この施設に入るたんびにパンくずを置いていく必要があるわみたいなセリフを言ってるんですけども、ホテルに泊まりに来てるわけなんですね。でこの主人公が作家であって、で作家を描いていく中で、この呪われたホテルの中で主人公が狂っていく様の映画なんですけども、その奥さんなんですね。で奥さんが施設を案内されてるわけなんですよ、この施設の従業員に。でうわ広すぎるわ、広すぎるからパンくずを残していかないといけないわみたいなセリフなんですね。そこと絶対に結びつけてると思います。なぜならシャイニングっていう映画の中にもう入ってるので、これを意識してなかったら、これが逆にたまたまだったら逆にすごいことなんですけども、絶対に意識したこのブレッドクラムの言葉のチョイスなんですね。
で、Bitch, what I thought a nigga said something. 直訳すると、まあ、Bitch よ、なんだと？あれ、なんか今言わなかったか？みたいなことを言ってますね。脅してる感じなんですよね。なんか今言ったか？もう一回言ってみろ。みたいな感じですね。ここの後にちょっとポーズがあって、カチャカチャっていう音を入れるんですけども、弾を装填する音なんですけども、thought a nigga said something. また同じこと言ってるんですね。なんか言ったと思ったぜ、今。みたいなことを言ってるんですが、なんか言ったか？ってことを言ってるわけなんですね。で、これをリズミカルにやっているわけです。曲を聴いていただいたらわかるんですけど、ってところですね。G-Block, all we know is Red Rum. 直訳すると G ブロックで俺たちはレッドラムしか知らねえって言ってますね。直訳したままなんですが、ここでのタイトルのレッドラムはもちろん逆から読んで、マーダーの殺人、殺害っていう意味なんですよね。なので俺たちは殺害することしか知らねえってことを言ってます。で、これはもちろんそのままの意味ももたらしたいんですけども、裏の意味として自分のスキル、自分の魅力で人たちをま殺害していくっていう比喩表現なんですね。で、 G ブロックに関しては本来ならマサチューセッツ州のウーチェスターの南ら辺のことを指しているんですけども、この辺になんか G ブロックっていうギャングスターたちがいるっていう風に知られているんですけども、でもところどころ別の地名とかでも G ブロックって言ったりするので、ごめんなさい、これはぶっちゃけ一番認知度の高いこのウーチェスターの南ら辺の場所にある G ブロックのことを言ってるのか、21サヴェッジが自分自身で G ブロックと呼んでいる場所が他にある可能性もあるんですけども、どのことを言ってるのか、ごめんなさい、そこは定かではございません。自分がレペゼンする地域みたいなもんと思えばいいと思います。で、 Red Rum, Red Rum, Red Rum って繰り返してるんですが、これはさっき言ったように殺害を裏返して呼んだらそういったことを言ってるので、俺らは殺害するぜ、危ない奴らだぜってことが言いたいわけですね。で、もちろん繰り返しなんですけども、実際に危ないっていうことも言いたいし、スキルが非常に優れてるってことも比喩として言いたいわけなんですね。サビの最後もレッドラムの下りを繰り返しているので、まあ、ここはあえて飛ばします。で、最後に All we know is で終わりますね。俺たちはこれしか知らないで終わってバースに入っていく感じですね。非常にキャッチーなサビで頭に残るようなサビなので、素晴らしいサビだなと思います。バース1入っていきます。 Riding in the back, it's a May. 直訳すると後ろに乗っててそれがメイだっていうような表現をしてるんですけども、で、直訳なんですが、メイバックっていう車の後ろに乗ってるぜってことが言いたいわけですね。で、そのメイバックを逆にしてるわけなんですよ。これタイトルが逆になってるかのように、このメイバックも逆にわざと話して使っているわけなんですね。これはわざとやってると思います。で、メイバックっていうのがマイバッハですね。日本で言うと高級車でございます。なので、この高級車の後ろに乗ってるぜっていう単純なことを、このメイバックを別の言葉に変えて逆にして使ってるわけですね。まあ、タイトルも逆になってるのでってところです。そこでまあ結びつけてるわけですね。 32 shots in the K、 直訳すると K の中に30弾入ってる。で、これも直訳したまんまです。 K っていうのはおそらく AK47 という銃があるんですけども、そのことに対して言ってるんではないかなと思います。これですね、これ結構ギャングスターの憧れの銃って言っても過言ではないのかな。こんなのを持ってたら結構ハイステータスなギャングスターですね。普通はピストルとかもうちょっとちっちゃい銃しか持てないんで、流通とかの問題で、ここまで持ってると何かしらのつながりがあるので、これを持ってるのが結構ステータスの高いギャングスターというふうに言われてるわけですね。これをおそらくですが K とだけ呼んでるわけですね。 AK のことを K って呼んでいる。で、この中に今32発入ってるぜ俺はって言ってるわけですね。その AK のことを言ってるのが次のラインで確定するんですけども、 Marathon I really run the A、 直訳するとマラソンだ、俺は本当に A を走るっていう直訳ですが、ここで AK ってことを確定させたいわけなんですね。そういう言葉遊びをしてるわけです。これもまた AKの K を先に持ってきて A を後から持ってきたので、タイトルのレッドラムとも結びつけている感じなんですね。マラソンの部分は俺は本当に走るんだってことが言いたいんですが、これもスラングでニュアンス的に簡単に噛み砕いて言うと、本当に危ないことをする、本当に危ない行動を俺はやるんだぜってことを言いたいわけですね。で、もちろんその AK47 を使ってってことです。結構巧みなリリックですね、やっぱり。Say you touched me, how sway? 直訳すると、お前は俺を触ったって言うけど、どんなしてだ ?sway って言ってるんですね。これも面白い言葉遊びしてるんですけども、直訳したままなんですが、面白いのがこの how sway の部分なんですよね。sway っていうのが名前なんですけども、このラジオ番組を持ってる人なんですね。非常に有名な人です。この左側にいる方が sway なんですね。この人で、この人のあの数年前にですね、結構前なんですけども、カニエ・ウェストが結構もうクレイジーだった時にこのラジオ番組に出演してくれたわけですね。この時もまさに問題の真っ只中だったんですが、このホストであるスウェイがカニエになんかいろいろ質問したら、もうカニエが怒ってしまったっていう有名な出来事があるわけですね。これ結構前の話なんですけども、で、その時にカニエがこのスウェイに対して How sway
って起こったのが有名になったわけですよ。ちょっとミーム化したというか、まあそのことに対して言ってるわけですね。で、ハウスウェイの直訳はどうやってだよスウェイっていう意味なんですが、スウェイはカニエになんでもうちょっとポジティブなメッセージを出せないのとか、もうちょっと自分の、まあ、ポジティブな音楽とか自分の音楽だけに集中できないの、なんでこんな他のことにいちいち手を出したりするのっていう質問に対して確かハウスウェイって言ったわけですね。どうやってだよスウェイ、俺はもうすごすぎるからそんな自分だけに集中したり音楽だけに集中することができないんだみたいなことを言ったと思います。これは記憶違いかもしれないんですが、その時のハウスウェイを持ってきてるわけですね。なので俺のことを触れないっていう部分と、どうやって触るかのハウスウェイを、まあ、言葉遊びしてやってるわけですね。で、触るっていうのがこれもスラングとニュアンスが入っており、自分のレベルには来れないっていう意味なんですよね。なので俺のレベルに来れない、どうやって逆に来るんだってことを、このカニエのハウスウェイを使って遊んでくれてる感じなんですね。で、graveyard that's where the ops stay、 直訳すると墓地、そこで俺の敵は居続けるみたいな直訳ですが、この graveyard っていうのが死者たちが集まる墓地ですよね。アメリカっていうのは結構埋めたりするんですね。日本は仮想が多いと思うんですけども、まあ、アメリカは宗教の関係で亡くなった人たちを棺に入れて埋めることも結構多いんですけども、その埋まっている地のことをグレイヴァードっていうわけですね。そこに俺の敵は居続けるって言ってるので、これはもう察してると思うんですけども、俺の敵はみんな墓地に送ってやるっていうようなことなんですよね。で、これはさっきから言ってるんですが、レッドラムの殺害っていう言葉と結びつけてもいるんですけども、比喩表現なんですね。実際に殺害することももちろん示唆したいんですけども、比喩表現的に自分の魅力で人を殺害する、自分の魅力で人を魅了するってことが言いたいわけなんですね。で、hypnotize, they do what I say. 直訳すると、洗脳されてて奴らは俺の言うことを聞く、俺が言った通りに動くみたいな直訳ですが、まあ、これはそのままの意味ですね。奴らっていうのは誰かっていうと、一般的にみんなってことですよね。俺と関わる奴らはみんな俺の言うことを聞くぐらいの、俺は影響力があるってことが言いたいわけなんですね。で、これはさっき言った敵が墓地に居続けるって言ってたので、敵対してる人たちも俺の言うことを洗脳されてるかのように聞くんだみたいなことが言いたいわけなんですね。で、21 niggas don't play。 直訳すると21だ、誰も俺に対してはふざけない、そのままにですね。で、21っていうのがもちろんこの21 Savage の名前なので、21自分と関わるときは誰もふざけはしないってことが言いたわけですね。My Glock Gen 5 say hey。 直訳すると俺のグロック Gen 5が Hey って言ってる、挨拶してるみたいなことを言ってるんですが、まあ、Glock Gen 5っていうのがピストルです。しかも結構高いピストルだったと思います。 Glock っていう基本的な銃のメーカーがあるんですけども、その中でもやっぱりいろいろ細かいモデルがあって、 Glock の Gen 5っていうのが結構確か高めの銃であったと思います。精度とかも良かったりしてる銃じゃなかったかなと思いますけども、そのことを言ってます。この自分の Glock Gen 5っていう銃が挨拶してるぜって言ってるわけですね。それはそのままの意味です。で、My chopper everywhere, that's bay. 直訳すると俺はどこに行ってもチョッパーを持っていく、それが俺のベイだっていう直訳ですが、どういったことか。チャッパーっていうのがまた銃のスラングなんですけども、自動銃に対して言うわけですね。普通のピストルは引き金を引くたんびに弾が出るんですが、チャッパーという自動銃はこう押しっぱにしてるとブルーって出るような銃なんですね。なので俺はそういった自動銃を常に持ち歩いてて、それがまるで俺のベイだって言ってるんですね。で、ベイはもう知ってる人多いと思うんですけども、彼女のこと言ってるわけですね。だから自分の銃を女の子に例えてることも示唆できるし、そういったことをよくやるんですね。ギャングスターが銃を女の子に例えたりして、でその女の子にやられるお前はみたいなことがしたいわけなんですね。これは言葉遊びの概念も入れてる感じですけどもってところです。Get your ass out the car you given tray。 直訳すると車から出ろ、お前はトレイを受け取るみたいな直訳ですが、どういったことか。まずこのトレイっていうのが、ごめんなさい、これは自分の解釈が間違ってる可能性はあります。ただ私が知ってるスラングとしては、まあ、信頼できる仲間のことをトレイって言いますね。しかもただの信頼できる仲間ではなく、普段はふざけてるけどいざとなったら信頼できるようなやつのことをトレイっていうわけですね。ただごめんなさい、繰り返しになりますが、ここは俺が知ってるスラングを当てはめてるだけなので、もしかしたら間違えてる可能性がこうあります。 Get your ass out of car って言ってるので、まあ、車から出てこいって言ってるわけなんですね。俺の信頼する仲間と来たぜみたいなことが言いたいわけなんですよ。 We be spinning through the hood all day。 直訳すると俺らは奴らのフッド、奴らの地域で回りまくってるぜ、一日中っていう直訳です。このスピニンっていうのが回るっていう直訳ですが、スラング的に地域を徘徊するみたいな感じですね。車で、で敵対してる人がいたら撃っちゃうとか暴力を与えることをスピンっていうわけですね。なので簡単に言えば相手の地域を荒らすことをスピン
連っていうわけですね。でそれを一日中俺らはやってるぜ、敵対している人たちの地域でってことなんですよね。で、Niggas say they outside, okay, okay. 直訳すると、奴らは外にいるって言うけど、わかったわかったっていう直訳ですが、何が言いたいか。まあ、さっき奴らの地域でスペネンしてるって言ってたので、徘徊してて、奴らは外にいるって言ってるけど、誰もいなかったぜ、みたいなことが言いたいわけですね。で、この okay, okay っていうのが、皮肉を込めて、わかったわかった、はいはい。外にいるんだろ、はいはい、みたいなことで言ってるわけですね。で、まあ簡単に言えば、いなかったってことが言いたいわけですね。みんなビビって、外にもいない。俺たちが徘徊してるから。俺たちが見かけたらやっつけちゃうから。で、俺たちにビビってるからってことなんですよね。で、I can't let a bitch play me, no way. 直訳すると、俺はビッチにモテ遊ばれることは絶対にできない。絶対に。みたいな直訳ですね。女性にモテ遊ばれることもないってことも言いたいし、ビッチっていうのは女性だけではなく、めめしい男にモテ遊ばれることはないってことも言いたいわけなんですね。なので、弱い奴らにはモテ遊ばれることはない。弱い奴らには負けないってことが言いたいわけですね。で、ここでビッチっていう普段なら女性に使う言葉を使ってるのが面白くて、さっき自分のチョッパー、自分が持ってる自動銃をベイ、異性として捉えてたので、ここで言葉遊びもしてるんじゃないかなと思います。相手の銃に撃たれないことも示唆してるわけですね。ここでビッチという言葉を使うことによってってところです。非常にやっぱり絡め合わせたりして巧みだと思いますね。You a duck if you believe what Jose. 直訳すると、お前はあの娼婦が言ったことを信じてるなら、ただのアヒルだ、みたいなことを言ってます。直訳すると。どういったことか。娼婦っていうのは女性なんで、ごめんなさい、汚い言い方ですが、まあ、ヤリマンみたいな女性の言うことを聞いてたら、お前はアホだぜって言ってるわけなんですね。ヤリマンの女性、浮気をするような女性のことは信用するな。そういう奴らを信用する奴らは頭が悪いって言いたいんですが、これにはもうちょっと深い意味があって、ギャングスターの構想の中で、つつもたせみたいなことをやる人もいるわけなんですね。女性に近づかして、なんなら逆なんかなんかさせて、ホテルかなんかに連れ込ませて、一番好きを見せてるところを襲撃するみたいなやり方もあるんですね。なのでそのことに対しても言ってると思います。だから女性なんかを信用してるようじゃ、お前はまだまだだぞってことが言いたいわけなんですね。俺はそういうことないからよってことも言いたいわけです。 She got way more bodies than my old K. 直訳するとこれ面白いんですけども、彼女は俺の昔の K よりもいっぱい体を持ってるっていう直訳なんですが、どういったことか。これ more bodies っていうのがもっと体っていう直訳ですが、面白いです。2つの意味が少なくともあります。まずボディ、体っていうのは殺害した相手体って表現します。バーリーズっていうわけですね。だから例えば俺は5個の体を持ってるっていう表現したら、5人の人を殺害したことがあるっていう風に捉えられるわけです。まずそれが1つ目で、2つ目が性行為を持った相手の数もボディとカウントするわけですね。なのでこれも例えとして出すと、 What's your body count? って聞くわけですね。あなたの体数はなんぼみたいな聞き方をするんですけども、直訳するとそこで15って言ったら、その人の人生の中で15人の人と性行為を持ったことがあるっていうのがボディーカウントなんですね。なので She got way more bodies っていうのが、彼女はそのボディーカウントが俺の昔持ってた K よりも多いっていう表現してるんですね。でこれ、それはさっきの意味を両方入れて込んでるわけなんですよ、言葉遊びとして。で自分がさっき説明したように、ギャングの構想には女性を近づかせて、で性行為まで持ってって、で性行為寸前もしくは性行為後に、まあ、狙うっていう手法があるので、まさにそのことに対して触れているわけなんですよね。なので彼女はそういった性行為の目的で、嘘なんですけども、近づいて、そういう性的なボディも近づいたことによって俺たちが襲撃して殺害するから、そういう殺害的なボディも彼女一人で、俺が昔持ってた K で殺害した数よりも彼女一人でそれを凌駕するみたいなことを言ってるわけですね。言葉遊びを使って非常に面白いことをしてます。My little brother beats his body, OJ. 直訳すると、俺の小さな弟は奴のボディを倒す、OJ だ、みたいなことを言ってますね。これはさっきのボディと似たようなことも言ってるんですが、もうちょっと深い言葉遊びをしてます。俺の小さな弟ですらも、あいつのボディカウントよりは多いって言ってるわけですね。あいつよりも殺害したことが多いが、ことをもちろん示唆してるんですけども、ここで OJ を使ってるのが面白いわけですね。この OJ っていうのが、OJ シンプソンっていう非常に有名な人がいるんですけども、まあ、これはアメリカ人なら誰もが知ってる人です。はい。元アメリカンフットボールボール選手で、奥さんを殺害してしまった罪で一回逮捕されました。ただこの殺人現場に残された手袋が合わないかなんかで無罪かなんかになったと思います。確かこれも記憶違いの可能性もありますが、今はもう普通にこうやって外にいて自由の身なんですけども、裁判が結構長引いた人ですね。で彼が元 NFL 選手っていうのもあるので、 NFL 選手っていうのは相手を止めるときに結構強めにタックルするわけなんですね。それをボディー
って呼ぶこともあります。なのでここではそういう NFL だった OJ シンプソンの NFL プレイヤーとして相手をタックルするボディとみんながやったと思ってる OJ シンプソンの奥さん、まあ、白人の奥さんだったんですけども、白人の奥さんを殺害した1カウントのボディ、殺害のボディも入れてるわけなんですね、意味としては。なのでここでも言葉遊びしている感じです。 Niggas talking about the lit I'm the flame、 直訳すると人々は燃えてるって言ってるけど俺はラフレームだっていう直訳です。で燃えてるっていうのはもちろんスラングでイケてるって意味なんですよね。だからみんなイケてるって自分たちで思ってるけど俺はそれ以上に燃えてる、ラフレームだって言ってるわけですね。俺の方がもっとイケてるよってことが言いたいわけなんですね。でラフレームっていうのはちょっと、まあ、フランス語だったかな、スペイン語だったかな、もうちょっとなんかおしゃれな言い方なんですね。そこでもう皮肉ってるし言葉遊びしてるんですけども、もう一つ面白いことをやっててですね、ラフレームっていうのがトラビス・スコットのあだ名なんですね。なのでこれはトラビス・スコットに対するリスペクトとオマージュを与えてるのではないかと思います。っていうか確実です。まあトラビス・スコットと21サービスはコラボ曲も出してたりするので、間違いなくトラビス・スコットに対する、まあ、シャウトアウトだと思います。That little boy a mascot, he ain't gang. 直訳すると、あの小さなやつはマスコットだ、ギャングじゃねえって言ってますね。これはそのままの意味ですね。やつは本物のギャングスターではなく、ただのマスコットだって言ってるだけですね。で、マスコットっていうのはもちろんそのスポーツチームのマスコットとかのことをイメージさせてて、ただのお遊びだってことが言いたいわけなんですね。で、Watch a half a million dollars and it's plain. 直訳すると、日本円にして大体1億円の半分を見て、それが普通だっていう直訳ですね。で、これは普通の言葉遊びなんですけども、まあ、Watch っていうところで遊んでますね。ワッチというのが見るという意味もあるし、これ時計という意味もあるので、時計が1億円の半分の5000万円ぐらいする時計を俺は持ってるってことも言いたいし、でそれがプレイン、それぐらいは普通だってことも言いたいし、お家にあるどこかわからんけどお家にある5000万円ぐらいのお金をよく見てるけど、それぐらいは日常茶飯事だってことも言いたいわけですね。一応ダブルミーニングをこのウォッチを使ってもたらしている感じです。I don't go through TSA to get on planes. 直訳すると、俺は飛行機に乗るときに TSA なんて通らないんだっていう直訳ですが、どういったことか。まあ、TSA っていうのがまあ税関なんですね。なので、海外に行くときには絶対税関を通らないといけないんですけども、俺はそういうのも全部バイパスして、そのまま飛行機に乗れるぐらいの大物だぜってことが言いたいわけですね。もしこれが本当ならかなりの大物です。そんなセレブリティとか関係なく、税関っていうのは必ず通らないといけない場所なので、もしこれが本当ならすごいですね。で、You get pussy without head, then you lame. 直訳すると、お前はもし、ごめんなさい、下ネタなんですけども、フェラを与えてもらわないまま女性の大事な部分を獲得したらお前はダサいみたいなこと言ってますね。簡単にもうちょっと噛み砕いて言うと、フェラなしで成功したらお前はダサいぞ、まずはフェラしてもらえみたいなことを言ってるわけなんですね。すいません下ネタで、そういったことを言ってます。21サーベージの頭の中では、まずはそういったことをしてから性行為をしろってことが言いたいし、そうじゃないとダサいぞお前はって言いたいんでしょうね。でこれは黒人コミュニティの中で昔からあるんですけども、ごめんなさい本当に下ネタ続きますが、女性にそういった恋をさせることがかっこいいというか男らしいみたいな考え方がずっと昔からあるので、その文化について触れている感じなんですね。その文化のメンタリティでこのラインを書いている感じと言えばいいでしょうかってところです。She knew I was leaving before I even came. 直訳すると、すいません下ネタですが、彼女は俺が行く前に帰ることをすでに知ってたっていうような表現をしてます。まあ、これは何が言いたいかというと、これも昔からある黒人のコミュニティに特にある考え方なんですが、女性と性行為をしたらその場に居続けるのではなくてすぐに帰ることもちょっとかっこいいとされてたわけですね。要はアフターケアとかそういったものをせずに、ことが終わったらもう帰りなさいって言えるやつがかっこいいわけなんですね。そのことに対して言ってるわけです。でそれを俺が行く前に彼女は俺がすぐに帰るって知ってるみたいな表現をしてるわけなんですね。それぐらい俺は硬派なやつだってことが面白おかしく言いたいわけなんですね。で、Two revolvers on my waist, John Wayne. 直訳すると、ジョン・ウェインのように俺の腰には2つのリボルバーが乗っているって言ってるんですが、このジョン・ウェインっていうのが非常に有名な人です。彼ですね、よく西部劇に出てきた人です。で、彼みたいに俺の腰にはリボルバーが2つついてるぜって言いたいわけなんですね。で、このリボルバーはもちろん本当の銃のことも示唆したいし、自分のラップスキルもリボルバーに例えて、それが2丁ある、それぐらい俺はイケてるってことも言いたいし、さっき性的な描写をしてたので、おそらくですが性的な描写もありますね。拳銃っていうのは結構そういう男性の大事な部分の、まあ、比喩としても結構使われることがあるので、もしかしたらそこまで考えてる可能性もあります。 Smack niggas then I get all out of sane. Yeah.
Smack niggas then I get on live and sing 直訳すると俺はやつらを叩いてその後にライブで歌うぜっていう直訳ですねそのままの意味ですね俺は生で歌ったりライブで歌う前にそういうダサいやつらを叩いてから歌うぜって言ってるんですねこれぐらいは日常茶飯事だぜって言ってますねでもちろんこれは直接そういった意味もあるし、まあ、さっきから続けてる裏の比喩の表現として俺はそういったワックなやつらそういったダサいラッパーとかダサい人たちを自分のスキルで叩いてでそのままさらにスキルを続けて生で歌うことができるって言ってるわけなんですね本当に言葉遊びが充実している感じの1バース目ですさっきも言いましたがサビはすでに和訳と解説しているのであえて飛ばさせていただきますHow many niggas got the belt? A lot 直訳すると何人の N ワードがベルトを持ってるんだっていう直訳ですかこれどういったことかこれベルトっていうのはもちろんチャンピオンベルトのことを言ってます一応見せておきますけどもイメージしやすいようにこういったやつですねボクサーとかそういう格闘家が勝ったらこういったベルトをもらうことで知られているのでこのベルトのことを言っております何人の人がそのベルトを持ってるんだっていう直訳の後にアドリブで A lot って言ってるわけですねこの A lot っていうのがいっぱいって意味ですなので自分じゃなくていろんなやつがこのチャンピオンベルトを持ってることを示唆してるわけですね。で、どっかのインタビューでですね、トニモン・サーベージがポッドキャストかなんかに行った時にインタビューで相手側に自分がコラボしたラッパーが俺が世界一すげえラッパーだって歌うのはあまり気にしないのかいって聞かれた時に俺は全然気にしない俺はトップになろうとしてないトップっていうのは人の意見によって変わるから俺はトップに興味がなくて俺は自分自身の中で一番最大限になりたいだけそれにだけ集中してるんだみたいな答えを言ったことがあるのでそういった思想が入ってるわけですね誰がトップになろうが誰がこんなベルトを持とうが俺には関係ねえんだってことが言いたいわけですねでここのアラーツも面白いことをしてて 21th Savage の昔の曲の中にですね非常に有名なんですがアラーツっていう曲があるわけですねなのでこの自分の曲にセルフオマージュしてるのももちろんなんですけども自分の中でもこの曲こそが俺の中ではチャンピオンベルトを取れる曲なんだってことも裏の意味として示唆したいのではないかなと思います Catch him at the light, he get nailed 直訳するとやつらを信号のところで捕まえてやつは釘付けになるって言われてますねこれ釘付けって言ってるんですけどもまあ攻撃してやるってことですねなので敵対してる人たちを信号で止まってる時に捕まえてそこでボコボコにしてあげるっていう直訳です911 somebody help 直訳すると911誰か助けろって言うんですね、まあ、911っていうのは日本でいう110番なので誰か警察に電話してこの相手を助けてあげろって言ってるわけですね自分が勝ったことを言ってるし別に警察呼んでも怖くないことを言ってるわけなんですねで subtweeting bad for your health 直訳するとサブアカでツイートするのはお前の健康に良くないぞって言ってますねこれもそのままの意味ですねサブアカでああだこうだバレないと思って誹謗中傷をやるのはお前の健康に良くないぜって言ってるわけですねこれもダブルミーニング入れてるんですけども人のことを悪く言うのは自分自身の健康にも良くないし俺のことをサブアカで悪く言ったら俺は見つけ出してお前のことをぶちのめしに行くぞっていうことも示唆したいわけなんですね面白いことを言っております I'm a gangster, I ain't talking shit back, pussy 直訳すると俺はギャングスターで俺は吐いた言葉に二言はねえみたいなこと言ってますねで最後にプッシーって言ってるんですがこれはめめしいやつめっていう意味ですねなので俺はサブアカで裏でなんかいろいろ文句ばっかり言って誹謗中傷言ったりそういった攻撃の仕方はしない俺はギャングスターだからそういった言葉を発せずに実際に言ってボコってやるみたいなことを言いたいわけなんですねそういう陰口を叩かずに俺は面と向かって喧嘩するんだってことが言いたいわけなんですね I'll never do no song with no rat pussy 直訳すると俺はネズミと曲は絶対にやらないめめしいやつめっていう直訳ですねでこの rat ネズミっていうのがもちろんスニッチのことを言ってますねチクリアですでこのスニッチチクリアの考え方はギャングスターの中では非常にご法度となっておりますスニッチをする人たちはもう信用はできないしなんなら最悪の場合殺害されてしまうので俺自身はスニッチじゃないし俺はスニッチと仲良くやるつもりはないってことが言いたいわけですねでこれはもしかしたらテカシ69っていうラッパーがいるんですけども彼ですね彼も知らない人はいないと思うんですけども、まあ、彼は実際にスニッチになったことでも有名なんですが彼と21 Savage でちょこっとしたビーフもあったのでもしかしたらこのラインはこのテカシ69かもしくはあと一人のあの有名なガンナーですねガンナーも最近スニッチしたんではないかっていうふうに疑われててこのガンナに対しても言っている可能性もありますで Put a Lego in a stick, a rat-a-tat pussy 直訳すると俺の棒にレゴをつけてラタタってなるって言ってますねでプッシーはまあもちろんさっきから言うようにめめしいやつなんですけどもスティックっていうのがスラングで銃のことを言ってるので銃にレゴをつけるっていう直訳なんですがどういったことなんですか、まあ、レゴは説明するまでもないんですが、まあ、こういったこうくっつけて遊ぶおもちゃですねレゴっていうのはこれは
ご存知の方多いのではないかと思いますが、直訳としてそういったことを言ってるんですが、簡単に言って銃を改造するってことが言いたいわけですね。でそのレゴもスラングでもあるし、言葉遊びでもあるわけですね。レゴのように改造して、好きなように改造して、それをぶっ放すって言いたいわけですね。このラタタっていうのがまさに銃をぶっ放す擬音なので、まあ、そういったことを言ってます。 I don't wanna talk, go and catch a hat。 直訳すると、俺は喋りたくないんだ、帽子をキャッチしてこいって直訳ですが、どういったことか。で、catch a hat っていうのが帽子を捕まえてくるっていう直訳ですが、スラングっていうか言い回し的に殺害することを catch a hat っていうわけなんですね。なので、ごめんなさい、汚い言い方ですけども、いなくなれ、いねって意味なんですよね。まあ殺害してやる、まあごめんなさい、これ本当は言いたくないんですけども、まあ死ねって言ってるわけなんですね。 I don't wanna talk っていうのが、俺は喋りたくないって言ってるので、さっきスニッチのことに対して言ってたので、俺は絶対にスニッチしないぞ、スニッチするぐらいならお前を殺害してやるか、俺が死んでやるってことが言いたいわけなんですね。Big Draco come up on that scat pussy。 直訳すると、まあ、大きいドレイコーがそのスキャットで上がってくるっていう直訳ですが、どういったことか。 Draco っていうのが AK、 さっきの AK47 をちょっと小さくしたやつがあるんですね。でそれをスラングで Draco って呼ぶわけです。でこれも自動銃で、押しっぱにしてるとブルって出るような銃なんですね。なのでこのドレイコー、大きなドレイコーって言ってるので、この画像のように拡張マガジンがついたドレイコーのことを言ってると思います。まあ、弾がいっぱい入ってるドレイコーですね。その銃を、その大きいドレイコーを持ってきてスキャットさせる。でスキャットっていうのがブルってさせるなんですね。でスキャットの元々の意味は、昔スキャットマンっていう歌手がいたんですけども、声で、言葉じゃなくて音を発して、その流れてる音楽に乗せていくことを、まあ、スキャットって言うんですけども、まあ、それが元々の言葉ですが、それを銃のブルっていう音と合わせてそういったスラングになってるので、ここでも簡単に言って、このビッグドレイコーをブルって打ってやるぜってことを言いたいわけなんですね。 He stood on business, now he laying on his back pussy。 直訳すると、やつはビジネスに立ったけど今は背中に寝そべってるっていう直訳ですが、どういったことか。やつは俺に対して歯向かってきたけど結局負けたってことが言いたいわけですね。ざっくり言うとドレイコーでぶっ放したんでしょうねってところです。なので相手を殺害したことを示唆しているわけですね。でこれはごめんなさい、一応念のためにもう一回繰り返し言いますが、もちろんそのままの意味もありますが、比喩表現として自分のラップスキルで相手を魅了していることをずっと比喩的に言っております。それを銃だったりぶっ放すこととして、まあ、比喩表現で、言ってる感じですね。Ask around, I be rapping nothing but facts。 直訳すると、みんなに聞いてごらんと、俺は真実しかラップしてないぜ、めめしいやつめって言ってますね。これは直訳したままですね。俺は嘘はつかねえってことです。さっきから言ってること、俺は警察に捕まってもスニッチしないし、スニッチするぐらいならお前を殺害してやるっていうこと、全部嘘だよ、みんなに聞いてごらんってことが言いたいわけなんですね。でこれはもちろんさっきから言うように、表の意味はそうですけども、裏の意味として、まあ、みんなに聞いてごらん、俺のラップスキルすげえから、みんなすごいって言うからってことが言いたいわけですね。ラップスキルのことももちろん比喩として言っている感じです。 Did we the reason all these niggas running track pussy。 直訳すると、こいつらがトラックを走ってるのは全部俺たちのせいだって言ってるわけなんですね。これは言葉遊びなんですが、 running track っていう部分が言葉遊びですね。まあトラックを走っている。でトラックっていうのは何かというと、運転するトラックではなくて、これですね、この陸上競技場とかで見かけるこのトラックのことを言っております。なのでこのトラックを走り回ってるのは、まあ俺らのせいだって言ってるんですけども、言葉遊びして、俺らのせいで俺らが敵対してる人たちはみんなビビって逃げ回ってるってことが言いたいわけなんですね。You ain't never stepped, you can't tell me a thing. 直訳すると、お前はステップを踏んだことがないんだったら俺に何も言えねえんだっていう直訳です。で、これ2つの意味があります。まずステップの部分が2つの意味をもたらしてるんですけども、1つ目が喧嘩をすることをステップって言います。なので、お前は喧嘩をしたことがなかったら俺に何も言えねえぜってことが、まあ、言いたいわけですね。で、もちろん比喩表現的にラップしたことがない奴らは黙っとけみたいなことが言いたいわけなんですね。俺の土俵にすら立ってないから、ああだこうだ文句言っても意味ねえし、まずはラップしてから物を言えってことがもちろん言いたいわけですね。もう一つのステップは自分のステータスにいること。さっきと似たようなことではあるんですが、意味がちょっと違うわけですね。言葉単体で言うと、ステップというのは自分の土俵に立つことを言うわけなんですね。で、さっきのステップは喧嘩することなんで、まあ喧嘩したこともなければ自分の土俵に立ったこともないんだったら、お前は俺に何も言う資格がないぜってことが言いたいわけですね。で、I got big kahunas and I'm letting them hang。 直訳すると、すいません、ちょっとした下ネタですが、俺はでっかいたまたまを持ってて、でそれをぶら下げさせてるんだっていう直訳ですが、これはアメリカに昔からある言い回しで、まあ、でっかい玉を持ってる男は度胸があるっていうような認識があるわけですね。なのでここでは簡単に、俺はぶら下がるほどの度胸を持ってるぜってことが言いたいわけですね。だからかかってこいよってことが言いたいわけです。
keep my mouth closed and that's never gonna change. 直訳すると俺は口を閉ざしたままでいるし、それは一生変わることがないって言ってますね。まあ、これはさっきのスニッチの下りを続けて言ってます。俺は絶対にスニッチしないし、絶対にチクらない、それだけは絶対変わらないんだってことが言いたいです。で、 you get in a jam and you go pointing and blame。 直訳するとお前は問題に直面した時にすぐに指さしたり何かのせいにするようなみたいなことを言ってますね。そのままの意味ですね。すぐに自分の人生の中で問題点が出てきて挑戦とかが出てきたら、お前はすぐに誰かのせいにしたり言い訳にしてそれを乗り越えようとしないような、所詮お前はそういうやつらだよって言いたいわけなんですね。俺はそうじゃないってことが言いたいわけです。俺は問題に直面したらちゃんと解決する、言い訳もせずにってことですね。で、これはさっきのサブアカで、誹謗中傷をやる人たちの伏線を回収してるわけですね。まさにそういったことを言ってるわけです。で、もう一つ面白いことを言ってるんですけども、ジャムっていうのが突っかかるみたいな意味があるんですね。で、これは何かっていうと、拳銃がたまにこう撃ってると引っかかっちゃって撃てなくなることがあるんですね。それをジャムっていうわけです。なので、お前は拳銃を撃ってきてもそうやって引っかかって撃ってこれなくなるぜってことも示唆したいし、そもそも拳銃っていうのが自分のラップの比喩なので、お前がラップしてきても言い訳のラップとか誰かのせいにしてるラップしか俺に向けてこないから俺に勝てないんだよってことも言いたいわけなんですね。このジャムという言葉を使ってってことです。結構単純な言葉は使ってるんですけども、いろんな意味をもたらしてますね、ちゃんとってところです。I ain't let it slide, I was sharpening aim. 直訳すると、俺は滑りさせることはしないし、自分のエイムの精度を上げてたっていう直訳ですが、どういったことか。これも結構いろんな意味を入れてるんですけども、まず、let it slide、滑りさせるっていう表現ですが、これはいろんな意味があります。まず、許すことを let it slide っていうわけですね。なので、何か悪いことをした時に、許してくださいって言ったら、分かった、スライドさせる、滑らせるよっていうわけですね。これは日本で言うと、水に流すみたいなニュアンスと同じですね。もう一つのスライドは、相手をやっつけに行くこともスライドっていうわけなんですね。 I ain't letting it slide、 スライドをさせないって言ってるので、相手側に自分のことを殺害させないって意味もあります。なので許すこともしなければ、お前が俺を殺害することも許さないって意味もあるし、もう一つ、これは自分の勝手な憶測ですが、女性と性行為することもスライド、滑り込むみたいな表現をするんで、まあ、そのことも言いたいんじゃないかなと思います。自分の性行為をしている女性たちにお前にさせないってことも言いたいんだと思います。で、I was sharpening aim。 俺は自分のエイムの精度を上げてたんだっていうのは、その3つ全てに対してちゃんと俺は狙い撃ちで止めてやるよってことが言いたいわけなんですね。非常に巧みな言葉をそれもずっとしてます。 Smoking on my brothers got his ass left slain。 直訳すると、俺の兄弟たちに煙を与えて奴らを笑わせてるみたいな意味がありますね。これどういったことか。 Smoking っていうのがもちろん大麻を吸うことを示唆してるので、ここで急に大麻を吸ってることを言ってるんですが、兄弟たちと大麻を吸ってそいつらを笑わした状態のままに居続けさせるみたいなことを言ってますね。タイマーを吸うと笑う人たちが結構いるので、そのことを言ってるんじゃないですかね。自分の兄弟たちと楽しい時間を過ごしてるってことが言いたいんだと思います。ここはで、2つ目の意味は今まで歌ってたことと結びついてくるんですけども、スモーケンっていうのがもう一つの意味があって、吸うだけじゃなくて相手をやっつけるとかっていう意味もありますね。まあ、喧嘩するっていう意味もあり、兄弟たちと一緒に喧嘩をしに行ってるっていうような表現として捉えることもできて、で、 got his ass left strain なので、敵対している相手を笑わした状態で残させてるって言ってるんですけども、表現としてはやっつけたことを言ってるわけですね。皮肉って言葉遊びしながらってところです。ここでまた面白い2つの言葉遊びをしてるんですけども、 You know it's smoke because they ain't even take off his chain。 直訳すると、それが煙だってわかるよな、なぜならあいつらはやつのチェーンすらも奪ってないからっていう直訳ですが、どういったことか。さっきのスモークの2つ目の意味ですね。ここのスモークはさっきのスモークの2つ目の意味なんですけども、喧嘩をする、いざかざを起こすみたいな意味があるんですけども、で、それが個人的な意味でやるんですよね。その喧嘩するためだけに相手をやっつけることをスモークとかって言ったりするわけです。それをまさに言ってるんですけども、なぜなら奴のチェーンを取らなかったからっていうところなんですよね。この相手を負かした、相手を殺害した理由がスモーク、個人的な理由だったんだ、なぜなら強盗とかだったらチェーンを奪うはずだからみたいなことを言ってるわけなんですね。で、最後に Say it's up with me, your ass must do cocaine。 直訳すると、俺ほどの高い状態にいるって言ってる奴らはコカインをやっているだろうなみたいな表現してるんですけど、どういったことか。ここでコカインっていう単語を使ってるので、さっきのスモークの一つ目の意味がマリファナだったってことが まず確定します。俺と同じレベルにいると思ってるんだったら、お前らはコカインでハイになってるだろうな、なぜならふざけてるからってことが最後に言いたいわけなんですね。で、それを繰り返しですが、コカインっていう薬物とスモークを使ったことによって、大麻の両方を使ってることを示唆して言葉遊びしている感じなんですね。
ごめんなさい、ちょっと乗ってしまうな。このサビいいですね。Red Rum Red Rum、 いいサビしてますね。すいません、乗ってしまいました。ここはもう和訳解説したのであえて飛ばさせていただきます。で最後にサンプリング入れてきております。でこのサンプリングが面白くてですね、冒頭で言ったことを覚えている人もいると思うんですけども、タイトルのレッドラムっていうのがこのシャイニングっていう映画から来てるんですが、最後のサンプリングで入れてきている言葉、これがこれ実際に狂った主人公が映画の中で言うセリフをそのままサンプリングしてきております。このイカれたやつですね、これが主人公なんですけども、でこの主人公が映画の中で有名な話、3匹の子豚ってあるんですけども、これですね、この中で狼がこの豚たちの家に押し寄せる様で、その時に言う家を俺の息で吹っ飛ばしてあげるよっていうセリフがあるんですが、まあそれを言ってるわけなんですね。ここは簡単に言ってそういった意味です。なので危険であることももちろん言葉的にも示唆したいし、実際にこの The Shining の主人公がですね、奥さんを襲うシーンもあるんですけども、実際にその奥さんを襲う時に言ったセリフなので、実際に危険だったわけなんですね。なのでそういったことを言っている。でこの有名なシーンがあるんですけども、これ斧で切ったドアの間から顔を出すシーンがあるんですけども、その時に Here's Johnny って言ってるわけですね。でその有名なシーンを入れている感じです、サンプリングして。なので本当にシャーニングへ対する、まあ、オマージュをしている曲ですね。全体的にこのシャイニングぐらい怖いぜ俺はってことが言いたいし、このシャイニングぐらい俺は優れているラッパーだぜってことが言いたいわけですね。ちなみにこの The Shining っていうホラー映画は本当に名作なので、見たことない人多いと思うんですけども、見てください。めちゃめちゃいい映画です。自分も大好きなんですけども、少なくとも4回は見ました。本当に素晴らしい映画なので、1980年代の映画なんですけども、全然色褪せてないと思います。なんなら自分確か持ってましたね、 DVD。 もう一回確認しないといけないんですけども、 The Shining は素晴らしい映画です。ってな感じで今回終了させていただきたいと思います。最後にちょっと感想なんですけども、非常にかっこいい曲だったと思います。本当に単純に純粋にかっこいい曲です。ビートとね、あのサンプリング、結構オーソドックスなサンプリングの使い方で、よく聞く使い方をしてるんですけども、でもなんかかっこよくビートに収まってるし、21 Savage のあの独特なちょっとめんどくさそうなノリに本当にぴったり合ってるビートだったと思います。でメッセージ性もドストレートでオーソドックスというか、結構他の人たちと同じようなメッセージ性で、俺は危ない、俺がみんなを魅了してやるっていうようなメッセージですけども、それを結構フローでかっこよく伝えてきてるんじゃないかなと思いました。でビートが繰り返しですけども、めちゃめちゃかっこいいと自分は思いましたってところです。こんな感じで毎週月曜日と木曜日の週に2回こういった動画を公開していっております。もしこの動画気に入ってくださったのであれば、ぜひとも高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。2024年はいろんな動画を出そうと思ってますので、それを見逃さないようにぜひとも通知ボタンもお願いいたします。リクエストも受け付けておりまして、和訳解説してほしい曲があればコメント欄にアーティスト名と曲名ご記載いただければ、なるべくこんな動画に残させていただきたいと思いますので、ぜひともリクエストもよろしくお願いいたします。X、Instagram、TikTok などなどいろんな SNS もやっております。すべて概要欄に貼られておりますので、もしよければぜひそちらもフォローお願いいたします。今回も最後までご視聴いただいて心より感謝しております。本当に本当にありがとうございました。次回の動画でぜひお会いいたしましょう。それでは皆さん、良い人生を。